今回の FOMC で1回程度の利下げ予想に修正されましたというトレードがメインシナリオです。どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。早速ですが、今週のドル円の振り返りと来週のドル円相場について考察をしていきたいと思います。この動画で使っている手法や分析方法についてはこちらの再生リストにまとめてありますので、合わせてご覧ください。今週はファンダ的な面での値動きがメインになりそうですよというお話をしていましたが、実際はそのような形になりましたね。ということで今回は先に主要なファンダ的なイベントを振り返っておきましょう。まず水曜日の CPI は総合値コア両方が市場予想を下回る結果でした。この結果を受けて急落したものの、その後に FOMC が控えていたので売りが何時間も続くということはなく、足踏みして FOMC 待ちのような形になりました。そのような中で発表された FOMC の結果ですが、金利は市場予想通り 5.5% の据え置きで、これはチャートにほぼ織り込まれていたものです。でも一つチャートが織り込みきっていないサプライズ的な材料があったため上昇しました。 FOMCは政策金利と同時に経済の見通しというのを四半期ごとに出すんですけど、サプライズはその経済見通しにありました。3月には年内3回から4回の利下げという予想を出していたのですが、今回の FOMC で1回程度の利下げ予想に修正されました。このあたりの値動きを簡単に解説すると、 CPI が弱かったらなぜ売られるのかというと、利下げにつながる可能性があるからというのが理由ですが、それが否定されたため CPI で下げた分を買い戻されたという形と理解しておけば大丈夫だと思います。金曜日は日銀の金融政策決定会合がありました。政策金利は市場予想通りの据え置きでした。今後長期国債の購入を減額するという方針も同時に発表されましたが、これも前情報通りだったのでサプライズの円買い材料にはなりませんでした。反対に今回の会合で減額が開始されるものと織り込まれていたものを、具体策は7月に決定するというふうに先延ばしされたため、逆に円売りのサプライズ材料となりました。その結果一時158円を超える上昇となっています。そのまま円売りが続くように思われましたが、その後に開かれた植田総裁の会見が円買い材料になりました。まず国債買い入れの減額について、減額する以上は相応の規模になるという発言、そして7月の会合で利上げされる可能性について当然あり得るとした発言、この2つに加えて、これまでは円安が基調的な物価上昇に影響していないとしていたものを、最近の円安の動きは物価の上振れ要因であり政策運営上十分注視しているとしたこと、これらの要因が重なって円が買い戻されました。ということでファンダ的な要因で上下に揺さぶられたんですけど、終わってみれば週足は上下にヒゲが伸びている実態の小さい陽線ということで、週足の終値ベースで見るとあまり動きがなかったということになっています。ということでまずはファンダ的な材料を振り返ってみました。ここからはいつも通りテクニカル的な振り返りをしていこうと思います。先ほども言いましたが、週足は実体の短い陽線で上下にヒゲが伸びています。5月頭あたりから 151.9 円あたりから 158.4 円のレンジが見えていますねというのをずっと言っていましたが、ここ3週間はさらに値幅が狭くなっています。ヒゲは上下に伸びているので値幅自体はあるんですけど、なかなか方向感が出ないですね。こういう時はドル円は値動きが出るのを待ちつつ、値動きが出るまでは他の通貨をトレードするというのもおすすめです。普段ドル円ばかりトレードをしているという方もいろいろ見てもいいかもしれませんね。続いて日足です。為替介入以降下落をちょくちょく試しながらも安値を切り上げてっています。上値も切り上がっているので穏やかな上昇トレンドと見れますね。金曜日にこの 157.39 円のラインを一度超えたものの、押し戻されて上ヒゲになっているというのが気になります。上昇を続けるほど買いが強いのであれば、このラインより上で引けていてもおかしくない値動きだったので、それを全て押し戻されたということで方向感に欠けているここ最近の相場状況を表していると思います。上昇トレンドではありますし、陰線になるほどには押し戻されていないので、上昇する可能性っていうのはまだまだありますけども、上がったところについていくというのは気をつけたいですね。押し目を買っていく、あるいは上がったところで売りを狙っていくというスタイルがいいと思います。4時間足です。
冒頭で言った水曜と金曜のところ以外は 156.5 円から 157.4 円あたりの間に収まっています。少し範囲を拡大して5月中旬から見てもこのレンジ内での値動きが意識されています。抜けても戻されるというのを繰り返しているので、先ほども言ったように上抜けを追いかけて買う、下抜けを追いかけて売るというより少し逆張り気味に入る方がいいかなと思います。日足レベルでは上昇トレンドなので一応買いの方が優位性は強いと思います。なので下がったら買うというのがいいかなと思います。 156.50 円もしくは4時間足 200EMA あたりまで下がったところを1時間足が上昇に反転したあたりから買うというのがいいかなと思います。ということでこのような形をメインシナリオとして置こうと思います。 156.5 円あたりまで下落した後の反転で買いというトレードがメインシナリオです。反転せずそのまま下落していった場合は金曜日の値動きと合わせて上抜け失敗して下落というのを想定できるかなと思いますので、戻り売りを狙っていってもいいかなと思います。この場合は長期足に対して逆張り気味になりますので、戻ったところを売るというのと損切りはきちんと行うというのは徹底しておく必要があると思います。ロットも薄めでいいかなと思います。それ以外は手を出さなくてもいいと思います。上抜けした後の押し目買いもありといえばありですが、あまり買いたくないかなという状況やレートですので、上がったら仕方ないと割り切るつもりで無視でいいと思います。5月22日あたりからの 156.5 円から 157.4 円の間での値動きが始まって以来、経済指標でレンジを抜けて次の経済指標で戻されるというのを繰り返していますので、経済指標発表のタイミングには注意しておきましょう。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上のフロー収入を得る手法、期間限定で公開中です。興味のある方は概要欄の下にあるリンクからメルマガ登録して無料講義動画を受け取ってください。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も利益を上げています。さらにこれら特典もプレゼントします。ここには書いてありませんが、週に1回 LINE 登録者限定のライブ配信も実施しており、皆さんで盛り上がっています。 FX で稼ぎたいという方や AI 搭載システムに興味を持っている方、カズキってどんな人なのなどなど何でも構いませんので、リアルタイムで僕に質問をぶつけてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄のアウトプットもお忘れなく。今日もお疲れ様でした。